優勝戦1号艇塩田選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。2連対立は全体でも2番目、いいモーター引きました。今節どうでしょう。感触としてはそのパーセンテージ通りと見ていいですか。はい。もらった段階からいいなっていう雰囲気ありました。そうですね。調整面というのは今節は何かしました。まあ、外回りいろいろしました。優勝戦に向けてはじゃあそんなに大きなことはしなくてもいいかなと。もう微調整でいけます。具体的にエンジンどのあたりの足がいいですか。行き足、出足です。その行き足というコメントありましたが、スタートもかなり速いのも決まってますし、勘と船足といいマッチングできてますかね。そうですね。タイミングはエンジンが後押ししてくれてる感じです。1号艇です。確認事項ですが、まあ、ピット離れは大丈夫ですね。はい、はい、徳山の水面相性としてはこれまで5回輸出ありますがどうですか。あ、徳山は好きです。じゃあさらに今節より良いものにしていただいて、はい、では優勝戦最後に今年 V2 への意気込みをお願いします。はい、優勝します。優勝戦2号艇岡村選手です。おはようございます。はい、おはようございます。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。エンジン、まあ、この6選手の中では2連対立はちょっと一番下なんですけれども、はい、そのモーターの評価、仕上がりというのはどうですか。まあ、そうですね。やっぱりあの他の輸出メンバーに比べると1枚2枚ちょっと僕の方が下なのかなっていう印象は未だにあります。どうでしょう。昨日の順位は確かチルとゼロでしたね。それでもそんなに変わるような雰囲気はなかったですか。はい、まあ、そうですね。あのギリギリ1マークまで持つようにあの伸びしようにしていっただけなんで、ちょっとまだ依然厳しいかなとは思ってます。まだ今日時間がたっぷりあります、はい、調整今日はどうしましょうか。はもうエンジンも本体今開けてるところなんで、あのできる限りのことは時間いっぱいしたいと思ってます。1本抱えている状態なんですが、スタートの見え方としては今節どうですか。まあ、そうですね。あの1本持ってる分逆に集中ができてるのかなと思ってます。いいのいけてると思ってます。じゃあもうかなり質の面でも満足してるなっていうのは。そうですね。あの僕の足なりには精一杯いってるんですけど、やっぱしっかりいかないと置いていかれてしまう足なんで、はい、集中してます。その中で迎える2号艇でのレースですが、イメージは改めてどのように描いていらっしゃいますか。まあ、そうですね。 1,2,3 であれば僕は自力で優勝狙えると思ってるんで、チャンスはあると思ってます。では最後にファンの皆さんに向けて一言意気込みをお願いします。はい、ちょっと今のところ劣勢ですけど、時間いっぱい精一杯頑張りますんで、どうか応援お願いします。スタディーボートです。優勝戦3号艇増田選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優出おめでとうございます。ありがとうございます。30号機今のところのエンジンの評価、仕上がり具合教えていただけますか。回転さえ合ってくれれば、バランス取れて、中堅上位にいると思います。その回転さえ合えばというコメントはちょっとどうでしょう。施設間ここまでの4日間であったり合わなかったりというシーンが。まあ、そうですね。ちょっとずれた日もあったんですけど、順位はいい状態で臨めたと思います。その作業の主な点というのはプロペラがメインですか。いえ、結局何もしてません。何もしてない、はいはい、優勝戦もじゃあそのおつもりですかね。そうですね。もう多分ほぼこの状態でいくと思います。スタートに関しては今節見え方いかがでしょう。はい、なんとなく勘通りいけてれます。3号艇です。レースのイメージどのように描いてらっしゃいますか。そうですね。自分が攻めるレースをしたいと思っています。メンバーの中でただ一人増田選手、徳山での優勝経験がありますが、その徳山との相性というのはご自身どう感じてらっしゃいますか。自分の中ではすごくいいと思ってます。はい、2017年1月以来の徳山での V、 そして今年2度目の優勝がかかります。最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。はい、気合入れて走ります。応援お願いします。優勝戦4号艇前出選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでの相棒56号機今の仕上がり具合を教えていただけますか。出足関係はいいと思います。伸びに関してどうでしょう。普通はあると思います。枠番加味して今日まだ時間がありますが、調整面どうしましょうか。今のところこのまま行くつもりです。シリーズと通してその調整面というのはどうでしょう。うまくはいってる感じですか。そうですね。あんまり調整してないんで、はい、乗り心地は変わらずいいと思います。スタートに関してはどうでしょう。難しいです、はい、その難しい要因としては、まあ、風とかいろいろあると思いますがどうでしょう。原因とか何かありますか。そうです。ちょっと気持ちの思い切っていけるちょっと景色を見れてないんで、はい、じゃあ優勝戦はもう少し思い切り。そうですね、はい、全速一定心は行きたいと思います。4号艇です。レースのイメージどのように描いていらっしゃいますか。まあ、落ち着いてレースできるように、はい、徳山の水面相性はどうですか。乗りやすいと思います。
デビュー初 V がかかります。最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。はい、優勝したいです。頑張ります。優勝戦5号艇岡谷選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、前節動きの良かった評判の良いモーターなんですけれども、ご自身乗ってらして今のところのモーターの評価というのはどうですか？はい、もう前の人と多分同じ感じで出足回り足はいいと思います。逆に今気になる部分というのは強いてあげるとすればありますか？最初の起こしだけちょっと重さがあるので、スタートが自分の勘よりは届いてないなっていうのだけが気になりますね。はい。ということは今日の調整はじゃあそこがメインになりそうですか？うん、もうでもプロペラも叩いてないので1回ももうそのまま行くと思います。5号艇です。レースのイメージどのように描いてらっしゃいますか？そうですね、ちょっと遠いんですけど、まあ、まくり出し綺麗に入ればいいなとは思ってます。徳山の水面相性としては岡谷選手自身どうですか？相性はいいと思うんですけど、ここ最近来るたんびにあまり良くないエンジンを引いて成績悪かったんですけど、まあ、今節は、はい、リズムよくいけてると思います。じゃあさらにそれをいいものにしていきたいですね。はい、はい、では、うん、最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。はい、優勝できるように精一杯走ります。応援お願いします。優勝戦6号艇小松選手です。おはようございます。おはようございます。優出おめでとうございます。ありがとうございます。前節の優出モーターなんですけれども、このエンジンのいいところ教えていただけますか？そうですね、もうずっとレース足がいいのでなんか着取れますね。はい、ずっとというのはやはりもうもらった段階からあいいなっていう雰囲気はありましたか？そうですね、なんかはい、初日から感じは良かったです。今節調整の主な作業、まあメインとしてはプロペラがメインになりますか？はい、もうプロペラだけやりました。はい、その調整もじゃあうまくいってるということで。はい、いってると思います。優勝戦に向けて時間がありますが、まあ、枠番加味して今日の作業はじゃあどうしましょうか？もうプロペラの微調整ぐらいでいこうと思ってます。スタートに関しては今節見え方感とかはどうでしょう？ちょっと合ってないので、はい、しっかり練習していきたいと思います。まあ、特訓等々で煮詰めながら、はいはい、本番どうしましょうかね？どれくらい期待ですか？まあ、10停止ぐらい目指して頑張ります。6号艇です。レースのイメージ、はい、どのように描いてらっしゃいますか？もうとりあえず展開があったら、はい、展開つけるように、はい、頑張りたいと思います。再確認ですが、その展開をつけるだけの足はあると見ていいですか？はい、足はあると思います。デビューから16年2ヶ月、初 V のチャレンジです。最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、もう一生懸命頑張りますので応援お願いします。